ダウンヒルスペシャリストは2人もいらねえ。群馬エリアの下り最速は EG6 シビックと妙義ナイトキッズの庄司慎吾なんだよ。いくつコーナーをクリアできるか見物してやるぜ。FR 車はどんなドリフト名人でもカウンターを当てなきゃオーバーステアを止められねえ。ああ、だが FF のシビックならオーバーステアをアクセルで止め、思い切った突っ込みができる。サイドを引いてアンダーも消せる。そうよ、このルールは FF じゃなきゃ 100% G コル。 G コラねえ FR 使いがいたとしたらそいつはバケモンだ。コーナー抜けるたびにドキドキするな。いきなり目の前にぐしゃぐしゃになった86が現れる気がして。匠なら大丈夫な気がする。匠なら。なぜだ、なぜ曲がれる。いきなりでこなせるほどガムテープデスマッチは甘くねえ。抜く気になりゃいつでも抜けるんだ。ほらほら、もっと焦りやがれ。もっとガンガン攻めて事故っちまえ。頼らないで曲がった方が早い。なんなんだ、いくらプレッシャーをかけても乱れねえ。それどころかどんどん速くなってる。関係ない、勝負は勝ちゃいいんだよ。どんな手を使ってでもな。くそ、運のいいガキだぜ。だったらこのままぶっちぎってやる。これだ、レッドゾーンまで一気に吹けるこの音、この陶酔感、死ぬほどいいぜ。止まらん。俺はこれ以上出せないギリギリで走ってるんだぞ。なんなんだよ、あの86。ステリングを使ってね。荷重移動だけで曲がってやる。Thank you.
でこんなところで抜かれたんだ。こっちから仕掛けたガムテープデスマッチで負けたりしたら、俺はチームの笑いもにされて再起不能だ。引き分けに持ち込んででも俺のメンツは保ってみせるぜ。バトルの結末はダブルクラッシュだ。やっちまったのか。なあお前大丈夫か。怪我ぶつけた時キックバックで右手をやっちまったみたいだ。乗れよ、病院まで行ってやるから。救急車呼ぶよりずっと早いぜ。そこまでしてもらうわけにはいかねえな。無理すんなよ。痛いだろ。ここは俺らに任せていいから。慣れてんだよこういうこと。遠慮すんなって。事故った時はお互い様だろ。俺ら地元だから救急病院知ってんだ。すまん、もう抜けるぜ。勝ったんだ匠が。あいつすげえな。